もが主役のショーなんてどこにも存在しないんだね。それぞれ決まった配置で Tonight, Tonight, Tonight やりたくないことだって誰かがやんなきゃなんだね。でも誰が決めてんだろうって Tonight, Tonight, Tonight 疑問なんてなくただ生きてきた流れゆく時代の傍観者。今夜眠れないのは分かってた。僕はいるべき場所にいない気がした。もしたくさんのことが作り物だとしても、僕らの感じる痛みや思いは真実だから、いつか自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら、待てるか天候